さんは私が悪いことした時は厳しく叱り、私が頑張った時はたくさん褒めてくれました。そして自分で決めたことは最後までやり通すように導いてくれました。でそんなお母さんの教えがあって、辛いミニバスの練習も部活も苦手な勉強も頑張れたと思います。大人になった今、仕事が辛くて時に辞めたいと思う時もあったけれど、続けてこられたのはお母さんが鍛えてくれたメンタルのおかげだと思っています。お母さんは尊敬する母であると同時に居心地のいい親友のような存在でもあります。まだまだお母さんと一緒に行きたい場所がたくさんあるので、また2人でお出かけしましょう。大きな病気をしてお母さんがどうなるか心配でたまらなかったけれど、元気に治って回復してきて本当に良かったです。これからもずっと元気で大好きなゴルフを楽しんでください。二人に大切に育ててもらって今日を迎えることができました。これから少しずつ恩返しをしていくので、絶対に長生きしてください。結構2日前から緊張してたから、ベルつけると本当に、あ、いよ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 って感じできますね。Everything is crashing down, and I wonder where you are. I try to find the words to pray. I don't always know what to say.You're the one that can hear my heart. And even though I don't know what your plan is, I know you make beauty from these ashes. I've seen joy, I've seen pain. And on my knees I call your name. Here's my broken誓いますか？はい、誓います。